BMW の高性能車部門の BMW M は8月23日、9月にワールドプレミアする予定の時期、M4 クーペ、BMW M4 クーペをミゲル・オリベイラ選手に贈呈した、と発表した。ミゲル・オリベイラ選手は8月23日、オーストリア・レッドブルリンクで開催された世界最高峰の二輪レース、MotoGP のスティリア GP を制した。同選手は最終コーナーにおいて、先行するライダー2人をパスしての優勝という劇的な勝利だった。BMW は、MotoGP のスティリア GP を制したミゲル・オリベイラ選手に特別賞として次期 M4 クーペを贈呈した。次期 M4 クーペは9月にワールドプレミアを予定しており、贈呈式では車体にカモフラージュが施された次期 M4 クーペのルーフに同選手が立ち喜びを表現している。次期 M4 クーペはBMW が欧州で発表した新型4シリーズクーペがベースの高性能な M モデルになる。新型4シリーズクーペは斬新な縦長のキドニーグリルを装備した。次期 M4 クーペにもこの縦長のキドニーグリルが採用される。大型で直立配置された BMW キドニーグリルはその背後に大量の冷却用エアが必要なパワフルなエンジンが存在していることを示唆するものだ。この部分は前傾しており、縦長のグリルはフロントバンパーの下端に届きそうな大きさ。グリルの内部は新型4シリーズクーペのメッシュパターンから次期 M4 クーペでは横バーを排したデザインに変更された。この BMW キドニーグリルが特徴的な要素としてフロントエンドの中央に堂々とレイアウトされる。中央に直立するように配置されたこのグリルは BMW 328や BMW 3.0cc など往年の BMW の伝説的なモデルのデザイン的特徴を取り入れ、現代的な方法で再解釈したものだという。またこの BMW キドニーグリルは立体的な構造のサーフェスで囲まれている。ヘッドライトの輪郭も BMW キドニーグリルに向かっている。フロントバンパーの外縁部には縦長にデザインされたエアカーテン要求機構があり、幅の広さを強調している。次期 M4 クーペには最新の BMW M ツインパワーターボテクノロジーを採用した6気筒エンジンを搭載する。このエンジンは S58 型と呼ばれる直列6気筒ガソリンツインターボエンジンだ。 S58 型 3.0 リットル直6ツインターボエンジンには最新の M ツインパワーターボテクノロジーと高回転コンセプトを採用する。BMW によるとこのパワーユニットは全ての速度域でレスポンスに優れているという。 BMW M の他の高性能モデルと同様に次期 BMW M4 クーペには2つのパフォーマンスレベルが用意される。標準仕様は最大出力が 480hp、 コンペティションでは最大出力が 510hp に引き上げられる。最大トルクは 66.3kgm を引き出す。現行 M4 クーペには直噴 3.0 リットル直列6気筒ツインターボエンジンを搭載する。最大出力は 431hp 5500から 7300rpm、 最大トルクは 56.1kgm 1850から 5500rpm を引き出す。次期型では標準仕様で 49hp、 コンペティション仕様で 60hp という大幅なパワーアップが図られることになる。次期 M4 クーペにはまず後輪駆動モデルが用意される。遅れて 4WD の MX ドライブが初設定される。MX ドライブは通常状態では FR を基本にしながら
路面状況や走行状態に応じて 4WD に変化する。また次期 M4 クーペのトランスミッションにはドリベロジックを搭載した8速 M ステップトロニックが採用される。さらに6速 MT も用意される。 BMW によると、純粋なパフォーマンス体験と車両をダイレクトに操る感覚を好む顧客にとって、マニュアルトランスミッションモデルのバリエーションはこのセグメントでユニークなオファーになるという。贈呈式において BMW M のマークス・フラッシュ CEO はミゲル・オリベイラ選手の勝利を祝福して、次期 M4 クーペを贈呈する。しかし実車が正式発表前のため、オリベイラ選手は次期 M4 クーペを公道でドライブすることを少し待つ必要がある。彼がその日を楽しみにしていると確信していると述べた。なお、ミゲル・オリベイラ選手には次期 M4 クーペをレッドブルリンクで短時間テストドライブする機会が設けられた。同選手はこのような特別賞を受賞した最初の MotoGP ライダーとなったのは光栄。納車が待ち遠しい BMW M にこの素晴らしい賞を感謝したいと語っている。